禁止だという。そこで以前撮った映像が大学キャンパスを広く出ます。そこで専用アプリを使い実際の停止番号を入力すると GPS の位置情報をもとに目的地まで先導してくれるシステムを開発した。時速6キロ、飛行時間は15分、音声ガイド機能